第352不評師団は、ドイツ国防軍陸軍の不評師団である。第352不評師団は、東部戦線で壊滅した第321不評師団の残余を期間に、1943年11月初旬に、フランス南部のル・デゼールで編成された。この師団は、第21般編成の8個の不評師団の一つである。 1944年6月1日の時点で12,734人の将兵が集まり、師団長にはディートリヒ・クライス中将が赴任した。師団は編成が完了すると東部戦線に移る予定であったが、西側への連合軍の進攻の脅威からノルマンディで大西洋の壁の守備隊として投入された。師団の兵員は東部戦線に従軍した師団から集められた。 経験豊富な兵士と戦闘未経験の若い新兵と、東方義勇部隊との混合であり、東方義勇部隊は主に師団の支援に従事していた。訓練期間中、人員、装備、燃料が不足し、1944年初頭までに、師団は適度に装備されていたものの、前線の不評戦闘に備えるには、ほど遠い状態であった。オマハに付設された、ターレット文化。 の法島ノルマンディの海岸地域は1 0 0キロメートルに及ぶため、エルヴィン・ロンベル元水はこの地域を半分に分けるように提案した。固定手団である第716不評手団に 47km の短縮されたカーン地帯を提供し、第352不評手団を 53km のバイユ地帯の防衛に配備した。この両地帯の間には、延滞号や、 文化が建設中であったが、この中間地点の防御陣地は、ドイツ軍の戦術上での水準に達していなかった。このため、第352不評師団の敵団兵連隊を、どのように配置するのかについて、ロンメルとクライスとの間で何度か意見が対立した。最終的に、2個の不評連隊を前方に配置し、1個の不評連隊を予備部隊として残すことが決定された。 しかし、いくつかの大隊は、独立して行動していたため、連隊指揮所は混乱していた。バイユーのすぐ南にある、師団右翼には、第915敵団兵連隊が、偵察大隊と共に、反撃の予備部隊として配置された。師団の左翼には、第914敵団兵連隊の第2大隊が、ポアントデュホックの砲台の後方に配置された。オマハビーチには、 第916敵弾兵連隊の第2大隊が配置された。対戦車両兵大隊は予備部隊として左と中央の師団の間に配置された。第916敵弾兵連隊の第1大隊は第716不評師団の防衛地域に配置され、ゴールドビーチの西部でイギリス軍に対抗することになった。 浜辺に付設された障害物群第352不評師団は海岸の障害物を改善し採掘された杭や木材を用いて海岸の障害物の建設を開始したこの作業では数キロメートルの内陸部から木材を採取して運ぶだけでなく杭を砂の奥深くに打ち込む作業も含まれていた防御陣地にはベルギー門が最初に付設され次に 上陸用集点の船底を引き裂いたり、転覆させるための、クイと丸太でできたスロープが付設された。最後に、鉄製のレールでできた対戦車用障害物、チェコのハリネズミが付設された。ドイツ軍は障害物の周辺に、多くの機雷や地雷を付設していたが、防水処理はされていなかった。1944年6月までに、東に隣接する固定師団である第716。 不評師団との部隊交換が何度か行われており、師団の防衛陣地には第726不評連隊からの人員が配置されていた。第352不評師団の1個不評大隊が第716不評師団の指揮下に置かれ、互いに防御を補っていた。バイユ地区では西に第914不評連隊、東に第916不評連隊、南に 第915不評連隊が駐屯していた。第916不評連隊と第726不評連隊の部隊は、8つのコンクリート製の延滞号、35機の文化、6つの迫撃砲陣地、35機のネーベルベルファー用の発射陣地、85機の機関銃用の銃座を構えていた。6月6日の早朝、第352不評師団の防御陣地から、 連合軍上陸部隊の最初の目撃情報が、コタンタン半島から届き、第915敵団兵連隊の一部が派遣された。午前6時の日の出の直前に連合軍艦隊による砲撃が始まり、その35分後にアメリカ軍の戦車と不評の第1波の上陸部隊が浜辺に着陸し、迎撃を行う師団との戦闘が行われた。午前中、アメリカ軍は浜辺で 多数の死傷者を出したが、午後1時までに、アメリカ軍の部隊は、師団の防御人事を攻略し、浜辺を見下ろす丘まで達し、突破口を開いた。第916敵弾兵連隊と、すでに配置されているか、派遣された他の部隊は、オマハビーチで、米第1不評師団と、第29不評師団と交戦し、ビーチの上の弾劾を数時間保持し、大きな犠牲者を出した。 第916敵南兵連隊の残存部隊は他の部隊と共に6月7日の朝に撤退した。第352砲兵連隊の指揮官であるベルナープルスカット少佐はその日の朝、第59迎撃陣地の東の監視塔で連合軍の上陸用集艇を発見した最初のドイツ兵と言われ彼の連隊は利用可能なすべての弾薬を集め砲撃を行っていた。 米軍の上陸中、師団の第916敵南兵連隊は上陸する、米軍に多大な損害を与えた。中でも第62迎撃陣地で機関銃士として配置されていたハインリッヒゼーフェロー上等兵は MG42 機関銃を全弾打ち尽くし、さらにカル98キロ小銃による狙撃によって多数のアメリカ兵を死傷させ、オマハの獣と恐れられた。 第352不評師団は6月と7月の戦闘で壊滅し7月30日までに多くの犠牲者を出したため師団として活動することはもはや不可能であると考えられ師団は解散し残存部隊は臨時の戦闘団や他の師団に加えられた1944年9月フレンスブルク近郊で第352国民的団兵師団として 再編され、ラインの守り作戦に参加した。その後、1945年3月中旬に、再び師団として活動するのに、十分な戦力でないとみなされるまで、通りとモーゼル川周辺で防衛戦を繰り広げた。師団の残余は、ボルムスからライン川を渡って撤退し、4月中旬に、戦闘団として、部分的に再編され、ダルムシュタット近郊で、 アメリカ軍に降伏した。1945年4月13日の指令により、第19軍は第805師団を機関に新たに第352国民的弾兵師団を再編し、同番号の師団が第1軍と第19軍で並存することになった。新たに編成された師団は第1外部軍団の下に置かれた。軍団はタンハイムとクレンゲンを経て、 黒い森のアーゼンまで退却した。師団の目標地点はアールガウであったが、1945年4月25日、アーゼン付近で自由フランス軍と遭遇し、突破を試みたが失敗に終わり降伏した。連合軍の進行前夜における第352不評師団の戦闘序列は以下の通りである。マクナブ、クリス、ヒトラーズ・アーミーズ、 A History of the German w a l Machine 1939-45オスプレイパブリッシング P270-978-1849086479 アーカイブドコピー2006年1月9日閲覧ありがとうございます